でかいお肉ってロマンの塊でテンションが上がりますよね。野菜もあるのでヘルシーにいただけそうです。最初のお肉がやってきました。ポークスペアリブは表面がカリカリで香ばしく、油が乗っているので噛むとじゅわっと旨味がすごい出てきました。辛いので少量で使ってほしいと言われましたが、かなり辛いけどお肉とすごく合う。辛いの好きにはたまりません。豚肩ロースは一口大で運ばれてきます。肉厚が嬉しいですね。今度は醤油ベースのタレでいただきます。すごく美味しい。お肉に合うソースを作られていますが、お肉は下味がしっかりついているので、ソースはなくても十分美味しくいただけます。サラダは2人分盛られてくるので、取り分けています。早く次が来ないかなとワクワクしながら待っているのも楽しいですよね。練習しながら見てるとお腹が鳴ってしまいます。これを食べに来たかったと言っても過言ではないイチボです。お肉を食べてるって感じがしていいですよね。この牛肩ロースには胡椒が強めに振られていて味がしっかりついていました。焼き加減もちょうどよく、しっとりと柔らかです。ハーブチキンも中から肉汁が溢れてて美味しそう。すごく柔らかい。バジルの風味が結構効いています。ソーセージは皮がパリッと焼けて香ばしい。中のお肉はハーブ感と旨味が凝縮しています。このナスは本当に美味しい。じっくり熱を加えたナスは単体で食べてももちろん、お肉と食べても美味しかった。ポテトも抵抗なくナイフが入るくらい柔らかい。ほっくりです。
ュラスコでは絶対食べたい焼きパイン。焼かれてしっとりしていい香りがします。特製カレーには柔らかく煮込まれたお肉がたっぷり、辛さは強くなくお子様でも食べれるレベルです。スパイスの香りが効いていて大人も満足な味わいです。透き通るほどに熱を加えられた玉ねぎ、単品でももちろんお肉と一緒に食べても美味しいです。ニンニクがたっぷりのった牛肩ロース、白くかかっているのがすりおろしのニンニクです。後に予定がなかったので躊躇なく楽しみました。コースのお肉が出揃ったところで、あとは好きな部位をリクエストしていきます。イチボはシュラスコの代名詞で、牛のお尻にあたる希少部位です。アレグリアさんでも一番人気の部位になります。動画になっていない部分で何度もリクエストしています。途中に焼きパインを挟むと口の中がリセットされて癒しになります。お時間が2時間制なので、少し時間に余裕があって、ゆっくり楽しむことができます。野菜と共に食べたり、後半ではビネガーベースのタレでさっぱり味わったり、お腹と時間の許す限りいただきます。お腹もいっぱいになってきたところで、そろそろお時間です。お皿に残ったサラダの豆と格闘しながら、最後にパインで締めくくって終了です。夏も暑さの山場を越えて疲れが溜まっていませんか？お肉ってなんだか元気が出ますよね。ちょうど今ぴったりなアレグリアさんでした。